何の手術なのか全然先生も言ってくれなかった。ベッドにうつ伏せになったところを背中に注射を打たれたっていうの。10日ぐらいは痛かったですね。もう初めはもう歩けない状態だったんですよ。まさかこの手術が、医者の方からもう永久にもうダメだっていうふうなことを言われたんですよ。その時にはもう悔しかったね。亡くなる2、3日前に自分はこう子供を生まれないような手術をしたんだって、ごめんな、申し訳ないっていうふうに言ったんだけども、平成31年の時に、明るみになるまでは親がやった、もうずっと親を恨んでいたから、うん、もうもっと早く親じゃなかった、言ってもらいたかった。知らぬ存在のじゃ納得しませんよ。居場所をいろいろ探してもらって、それで通じやっぱりやってもらいたいなと思いますよ。